はいどうもミスター X です。トップバズ塾ビッグデータバンクサロン成果の質問79。 YouTube チャンネルから素材をダウンロードしてトップバズから著作権侵害を申告されたことはありますか？結論から申し上げますね。結論から申し上げますと、ございません。はい、ございません。一度もございません。はい、1年もう2ヶ月、もう1年3ヶ月目に入っておりますけども、今現在までですね、トップバズから著作権侵害を警告されたことは一度もございません。はい、まあ、あまりねやりすぎたりするのは良くないと思いますし、まあ、ある程度配慮しながらですね、天才っていうのも配慮しながら、天才っていうことを配慮しながらやれば、特別著作権侵害っていうものは今まで警告されたことはございません。以上です。ありがとうございます。